クッシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回からですね、この自転車をですね、DIY でカスタマイズするシリーズを、やっていきたいなと思います。で、僕はね、自転車の DIY とかね、カスタマイズとか全くやったことないんで、かなりの素人です。まあ、なんですけど、ちょっといろいろやっていきたいなと思ってて、まずこの自転車から紹介していくと、これマングースっていう自転車で、子供用なのかな、マウンテンバイクに入るのかな、よくわかんないんですけど、まあ、かなりボロボロで、もう本当に、ね、大きくいろいろ変えていかないといけない状態になってます。ここら辺とかね、錆びまくってるし、でもこれ全部変えないといけないんだと思うんですよ。で、まあ、ギアは、7と3か、はい、みたいな感じです。で、こっちの方が欲しいって言われてて、で、人にあげちゃうかもしれないんですけど、さっきのマングースよりはマシな部類です。でもこっちも結構あのチェーンとか錆びてるし、まあこれはマングースよりはマシですけど、まあ全然ベストな状態ではないと、まあ見てもらったら分かると思うんですけど、錆びてるし、まあ、かなり汚い状態ですね。はい、なので、両方ともカスタマイズするかもしれないんですけど、まあ、おそらくこの手前のね、マングースからやっていって、まあ、色、ボディの色を塗装し直したり、まあ、ここら辺の全部交換したりだとか、ちょっとね、面白い感じの自転車になればいいかなと思ってます。はい、今回は以上です。クッシュ。